お前を手伝ってやる。オーケーか？こいつ当てにしても大丈夫なのか。仲間だよな。もちろんさ。ソフト&ウェット、俺が決めてやるぜ。ドア、地面の摩擦を奪っておいた。上州、俺たちは仲間だよな。何言ってんだよジョウスケ。もちろんさ、お前は家族じゃないか。どうするんだよジョウスケ、うちに帰るか？そんなことはしない。邪魔する奴らは全員倒す。そう来なくちゃ。やる性格だなお前。あんたがジョニー・ジョースター、遺体の力で妻と子を救った人。こいつ遺体のことを知っている。ジョースター地蔵の伝説、ただのファンタジーってわけではなさそうだな。大統領の追っ手か。遺体は渡さないぞ。大統領？遺体？なんだ？一体何を言ってる？遺体って何のことだ？喋ってもらうぞ。俺のヤスホにふざけた真似はするなよ。あれ？携帯着信拒否されてる？ソフト&ウェット、今お前から摩擦を奪った。オラオラオラ、上州、君言ってることと違うぞ。ヤスホは俺の女だ。あいつは俺にキスだって許してんだよ。ディープで熱いやつをな。こいつ今のアホみたいなセリフは天然で言ってるのか。東方家の人間のことはまだ俺には何もわからない。だが油断もできない。あなたには聞きたいことがたくさんある。まずはあいつらを片付けよう。話はそれからだ。日本人は礼儀正しいから、それが逆に不気味だ。ジョースター地蔵の伝説、ここで確かめる。俺のヤスホにふざけた真似はするなよ。あれ、君理解した？怒られて。手を貸してくれ東方。いいですよ、一緒に戦いましょう。この人、俺の秘密を解く鍵を握っている気がする。日本人は礼儀正しいから、それが逆に不気味だ。